はい、皆さんこんにちは。イニマトリックの池田です。こんにちは、坪井です。はい、坪井さん、今日は何を教えてくれるんですか？はい、以前も一回やったんですけれども、こう 3D のモデルをフリーでこう配信してるサイト、ちょっと新しいサイトを見つけたので、はい、そちらを今日紹介したいと思います。はい、はい、こちらアーカイブ 3D っていう英語のサイトになるんですけれども、はい、かなりたくさんのモデルが、ちょっとこれが、あのページなんですけれども、マックスで300ページぐらいまであるんで、これが 3×24の300ページなんで、多分7000点以上配信されてるだと思うんですけど、ちょっといくつか見てみたいと思うんですけれども、ガーデニング、そうすると割とこう、植栽だったり確かに、なんかちょっとした、そうですね、お庭関連の切り株とかもある、アップルとかありますけど、ちょっと 3D の樹木とかもかなりちょっと取り込めることは取り込めるんですけど、かなりちょっとポリゴン数が相当重いのでなるほど、あまりおすすめはちょっとできないかなと思います。なのでこれぐらいのちょっと 3D のこう下草系をちょっと取り込んでみたいと思います。ダウンロードボタンを押すと、はい、ダウンロードが始まる。さすがに軽そうですね。軽そうですね。ファイルを開く、回答してみます。回答すると、こんな感じで 3DS ファイル、テクスチャー、 GSM ファイル、あとこう、まあ汎用的なこう OBJ だったり MTL というファイルだったり、まあいくつかの 3D モデルのファイルがありますね。はい、でこれを実際の CAD で取り込んでみたいと思います。取り込む際はメニューバーのファイルからライブラリマネージャー開き、あれ、前みたいな取り込み方とは違うんですか？そうなんですよ。あれは確かスケッチアップのファイルですかね。スケッチアップのファイルはこうドラッグアンドドロップで変換とかされてたんですけども、 GSM ファイルの場合はテクスチャも一緒にこう別ファイルとして取り込まなきゃいけないので、フォルダごと、フォルダごとこうやってロードってやらないと、 GSM ファイルとテクスチャファイルをこう一緒に取り込むっていうことができないです。ロードが終わると、はい、こちらのリッキャドライブラリーと同じ並びに先ほどのファイルがこうポンと出てきます。はい、まあ、サイズもね、あのさっき言ったみたいに割と正確に取り込むことができます。こんな感じで、おお、いいじゃないですか。かなりテクスチャもね、ちゃんと割り当てられてる感じで、綺麗に取り込めてる。これはいいですね。ちょっとじゃあ他のものも、あと使えそうなのがこの辺の People and Body Parts ってあるんですけど、ここに結構こう人物がずらずらっと、この辺の人物も全部 3D の人物なので、はい、まあリッキャドってね、2D の人物が、写真のこう人物がたくさん登録されてますけれども、まあ、何かこうツイモーションだったりウォークスルー系の出力をしたい場合にはこういった 3D の人物も使えるかなと思います。ちょっとこの人物、女性ってなんかこうちょっとジョジョ立ちしてる感じじゃない？確かにジョジョ立ちしてるちょっとね、あんまこういうのリッキャドにはねないですね。それはないですね。はい、ちょっと見てみたいと思います。こちらも GSM と 3DS とかあるんですけども、一回ちょっと私別の人物取り込んでみたんですけど、人物はね、同じ取り込み方だとうまく取り込めなかったんですよ。じゃあどうしたらいいんですか？ちょっとやってみますね。ライブラリーマネージャーから先ほどと同じようにフォルダを選択して OK。 先ほどの、あ、来た。こうやってね、テクスチャーが
ほんまや。貼られてないんですよね。ターミネーターみたいになってる。そう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 。そうそうそう。こんなことになっちゃって。で、おかしいなと思って、うん、これ中身も開けてこう見たりすることができるんですけど、スクリプト。まあ、でも見てもわかんない。うん、いやまあ私もうっすらわかるんですけど、テクスチャーをこう定義してるっていう部分がないんですよ。ほりゃ。なので、なんでこんな GSM をばらまいてんのかなと思うんですけど、うん、取り組み方をちょっと見つけました。先ほどのこの 3DS ファイルをこのテクスチャーフォルダにまず入れます。ほう。これここにもう一応テクスチャーは入ってるんですね、これ人物の。はいはいはい。ここに 3DS をちょっと移動して、うん、リックキャドの 3DSGSM 変化、こちらから先ほどの 3DS ファイルを選んで開く、うんうん、でちょっとサイズがおかしいのでちょっと調整してあげます、うん、まあ身長1700ぐらいして OK。 ファイル名が重複しないように適当に名前を変えて、そうするとオブジェクトとしてポンと、あ、来た、配置ができます、うん、そうするとこうやって、うん、ちゃんとテクスチャーが綺麗に取り込めるんですよね。なんかまあ人物に関し取り込めない場合は変換が必要、うん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 、なるほど。割と綺麗にねちゃんとマッピングされてる感じですね。確かに、うん、なんかいいですね、 3D 感のある人物、うん、そうでしょう。ちょっと、うん、ちょっとなんかモデリングが若干この辺ちょっとあ甘いところはなんか見受けられるんですけど、ちょっとね空間がねじれてる感じに、うん、でもまあ無料でね配布されてて、うん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 、イメージね、人物はほとんどイメージですから、うん、そこまで細かな、ね、うんうんうん、その他ね、例えば、まあ、やっぱり多いのはこうファニチャー系ですかね、うんうんうん、ベッドだったり、そうそうそう、テーブルだったりチェアだったりインテリア系がね、まあ、うんうんうん、その辺はねやっぱりかなりたくさん入ってますんで、ちょっと一回選んでみましょうか。こんな感じで拡大できるのか、あ、拡大することはできる、こんな感じで、まあ、いいですね、インテリア系も、うん、確かにチェストとか、うん、チェストとかは絶対いりますからね、リビングとか、うんうんうん、うん、なるほどね、まあ、こういったものもねアクセントとして、うんうんうん、まあパース作成の際に使えるんじゃないかなと思います。うんうん、これは使えそう、うん、まあ、さっきやったみたいに GSM でそのまま取り込むこともできますし、まあ、ちょっとそれで不都合がさっきみたいにあった場合には 3DS GSM 変換をして、うん、取り込むという方法もありますし、うん、割とこうリックキャドと相性のいいサイトじゃないかなと思います。そうですね、前なんかね試した時は取り込めなかったりとかありましたから、うん、そう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 、取り込めないことはなさそうな感じですかね、うんうん、そうですそうですどちらかの方法で取り込めると思いますので、うんうん、はい、こちらもご活用いただければと思います、はい、アーカイブ 3D ぜひ皆さんご活用ください、うん、はい、というサイトを、うん、はい、今日は紹介させていただきましたので、うん、ぜひご活用いただければと思います、うん、はい、URL は概要欄に貼っておりますのでよかったらご活用ください。 BIGTV トピックス、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。